はい、どうも、関西でドラム叩いたりパーカッション叩いたりして活動してる原田一平です。今回はね、小口径のちっちゃめのドラムセットも持ってるんですが、まあその小口径、口径、これがねちっちゃいって言ってもやっぱりどうしてもね胴の長さがあって、まあ、取り回しが不便っていうのもあって、まあさらにもっと持ち運びに楽なやつ欲しいなと思って購入して、まあ結構使ってますが、これパールから出てるコンパクトトラベラー、これねもうすごいですよね。畳んだらさ、こんな百貨店でもいけそうなぐらいスタイリッシュなコンパクトトラベラーで、これのドラムヘッド付属で付いてるやつのままずっと使ってたんですが、まあこれを使ってのライブもちらほらあるんで、そろそろ A ヘッドに変えようかと思いまして、今回購入しました。このドラムヘッド、じゃじゃーん、エヴァンス E-MAT、まあ、コーテッドバージョン、ザラザラのねコーテッドバージョンです。これを取り替えてどれだけ音が変わるかっていうのを検証動画として残してみようかなと思います。なんでこれを選んだかというと、僕はあのニューヨークのコレクティブっていう、もともとドラマーズコレクティブと呼ばれる、まあ学校の出身なんですけども、そこで、まあ、いろんなドラムの練習室にそれぞれいろんなドラムセットが置いてあって、そのうちの一つの部屋で、日本ではあんまり見ることないんですけど、 D ドラムっていうメーカーのドラムセットが置いてあって、それも口径がちっちゃめ、確か18かな16かなのドラムセットやったんですけど、それにねこれが貼られてて、ね、絶妙に良かったな、まあ、っていうね記憶があるんで、久々にこれを買ってみようかなと購入しました。でこのエヴァンス E-MAT 何がいいかっていうとね、これですね、何もこれね、まあこうプラスチックのこれが貼ってあるけども、これがノーミュートの状態で、これついてくるこういう柔らかいスポンジみたいなやつ、これを入れることでミュートされる、もっと分厚いやつだともっとミュートされるっていう、結構便利なアタッチメントがついてるドラムヘッドです。まあ、これ好きな人はね、あのフロアタムとかにも貼る人もいますね。で、これなんで、まあコーテッド、こういう表面ザラザラの白いタイプにしたかっていうとね、こういう透明のタイプもこれ出てて、ちょっと前まで日本ではねそっちしか売られてなかったんですけど、最近というか、まあ何年か前、数年前か1年前か今年か分からんけど、このコーテッドがね販売になってこれを買いました。で透明の方はね、日本でもね試したことはあるんですけど、その当時そのアメリカで使ってたこいつのサウンドにもならんくて、こいつとはちょっと違ったんで、今回こっちを試してみようかなと思います。楽しみです。じゃあでは、このもともとついてる音がどんなもんなのかっていうのを試してみてから、こっちの E-MAT を装着してみてどんな音になるか検証してみましょう。ペダルはこのレッスン室で撮影してるんですけど、まあ、ドラムセットについたペダルを使ってちょっと打ってみようかなと思います。ではでは、これはもう普通の状態です。あのついてたバールのヘッドです。では元々の音どんな感じかチェックしてみましょう。何回も使ってるんでね、なんとなく微調整はしてますが、まあ、こんな感じです。
はい、こんな音です。ちょっとスネアと合わせてみます。はい、まあこんな感じのサウンドです。もともとでも十分使えるレベルですよね。まあ、どうしてもテラとかも出ちゃうけど、他のドラムセットもあるんで、こうなんかちょっと反響してええ感じになってますが、まあストリートライブとかもやるんで、外とかで使うとね、どうしてもこのペラット感はね、結構目立ちます。はい、じゃあこのドラムヘッドを変えてみましょう。竹トンボ持ってきたかった。こういう時白の靴って白穴に黒い線とか入るから嫌やな。今日間違えた。はい、こんな感じで取り外しました。まあドラム、バスドラでも何でもこういうヘッドをね、上から押さえて締めてチューニングってしてます。ではこのEマットを今から貼ります。ということで、E マット張り替えてみました。じゃん。ええやん。あ、もうなんかいい気する。ちょっとペダルをはめて、ギター踏んでみましょう。おお。いいね。なんかやっぱりあのペラペラ音が間違って。ふくよかになるね。ノーミュートでいってみようか。じゃあミュートをしない状態。ちょっと今ゆるいんで、もうちょっと締めようかな。まあ、ちょっとペラッと。じゃあちょっと軽い方のミュートをつけましょう。薄い方。薄い方のミュートをつけます。入れ込んでいって、で、こんな感じ。もうちょっと締めた方がいいのかな。もっとミュートしようかな。やっぱり太い方をつけます。太い方にもう一回戻します。せっかくこれ使うのったらね、このミュートしっかり使った方がいいと思います。ええやん、これが好き。あとはもうちょっと締めてみようか。ちょっとタイトめにいってみます。
か良さげ。ビリビリビリ言うてるけど大丈夫。まあ、結構ね、このドラムのチューニングって結構締めるとパキパキパキって最初はなったりするんですが、なったりはするけどもいけてんのかな。はい、じゃあちょっとスネアと組み合わせて叩いてみましょう。はい、という感じで今回は E マットを貼ってみました。またこれね、動画が深かったりするとサウンドが変わると思うんですが、いや、これはこれで A をすごくなんかダイレクトに分かりやすい。もうヘッドだけなんでね、これもともとのこのパールのヘッドからしっかりしたこれに変えましたが、うん、まあ、これからはこいつでちょっと演奏していきたいと思います。まあ、これ以外にもね、またドラムヘッドとか変えたりとか、シンバルもちょっとまた変わったりもしてるんで、いろいろまあこうストリートとか、ライブ会場とかで見かけたらぜひそのサウンドを聞いてみてください。エマス、イーマット、いいね。じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあね。